ちょっとサブママちょっと。こんにちは、カパパです。これさっき来たんですよ。さっきってね、3月23日の午後なんですけど、宅配さんがね、これモンベルさんからお届け物ですって、これ重いんですよ、これ。うちに来たんですけど、でね、あれ俺なんか買ったっけかなって、で身に覚えがなくてね、でカブママに聞いたら、私も買ってないってわけなんですね。でね、以前ね、何回かね、モンベル通販って利用したことはあるんです。で、このモンベルマークの箱でね、必ず届くんで、この箱自体は別に怪しくもなんともないんですけど、ただね、今回ね、モンベル通販ってね、利用してないんですよ。正直言って。だからね、言い方悪いけど、どこから悪いやつがね、このモンベルの箱を使ってね、なんか送りつけでもしてきやがったのかと、一瞬そう思ったんですけど、ね、ちょっとね、よくわかんないんで、まだ開封してないんですよ。開けてないんです。一応送り状なんですけど。で、開けちゃうとほら、開けたから買えとかっていうことになっちゃうんで、で、どこからね、送られてきたかやっぱ一番気になったんで、これを見たのね、送り状。こういう送り状ですよ。これ送り状をよく見たらね、これ送り主が大阪のモンベルクラブ事務局ってなってるんですよ。あれ？これ本物のモンベルだなと。で、モンベルクラブって言えば、僕も一応ね、こうモンベルカードね、細かくは見せらんないけど、こうモンベルカードを持ってるんで、一応モンベルクラブに入ってることになってるんですが、一応ね、じゃあこれ本物のモンベルなんだなということで、今回ね、開封していこうと。で、もしね、なんかあったらあれなんで、一応動画だけ撮っとこうということで、今回動画を撮ってます。はい。ではね、早速開けてみましょう。はい。それではですね、結構ガチガチに梱包してありましたね。これ重いんですよ。結構重いんですよ。これなんだろうね、この長さね。正直わかんないんだけど。モンベルから間違いなく来てるってことで、なんだろうね。はい。なんか入ってますね。なんかこれはあれじゃない、商品じゃないこれ。はい。それでね、ここに封筒が入ってました。モンベルの封筒、封がしてあるんでね、これ封してあるんで、中はもちろん見せない方がいいと思うんですけど、はい。これね、見せられる部分だけね、後でこういうに見せますから、一応ね、書いてあるのが、オリコカードご利用キャンペーン当選のお知らせということで、なんだ、いつもモンベルを、ご愛顧いただきありがとうございますと、モンベルクラブオリコカードをご利用いただいて、重ねて御礼申し上げますということで、厳正なる抽選の結果、オリコカードご利用キャンペーンに当選されましたと。あ、当選しちゃったんだ。で、商品をお送りしますと。ね。今後ともまたよろしくお願いしますというふうに書いてあります。モンベルクラブ事務局ということを書いてあります。オリコカードご利用キャンペーンに当選されましたって、書いてあります。そんなキャンペーン参加したっけ？全然記憶ないんですよね。オリコカード持ってることは持ってますけどね。このモンベルカードもオリコですけど。はい。一応。先に、うわ、すげえのが来た。はい。見てください、これ。マルチフォールディングテーブルだって。これね、ただでいただけるってことなら、本当にありがたく頂戴します。どうもありがとうございます。本当にね、この棚ぼたって言うんだよね。僕ね、割と昔からね、苦渋強くてね、1万人に1人とかね、結構当たったことあるんですよね。だけどね、今回これもすごいね。ちょっと待って。モンベルオリコキャンペーンとかっつったな。これだね。
モンベルとオリコで検索したら出てきましたね。まあ、ちょっとこう画面にこう出しますけど、モンベルクラブメンバーズカードオリコご利用キャンペーンでね、抽選で、合計150名様にモンベル豪華景品が当たるって書いてある期間は去年の12月1日から、今年先月ですね2月の28日まで、まあ、約3ヶ月ぐらい。あ、これね、これ書いてあった、これエントリー不要って書いてあった。これということは、あの、まあ、僕ね、さっき言ったようにそのキャンペーンに参加した覚えがないっていうか、このキャンペーン自体知らなかったんですけど、あ、エントリー不要だからということは、このモンベルカード、モンベルクラブオリコのね、あのクレジットカードのモンベルカードね、あれを持ってる人だったら、まあ、当たる可能性があったということなんですね。で、抽選で150名様って、これ別に、あの、僕モンベルからこれ宣伝してほしいって言われたわけじゃないし、偶然当たっただけなんですよ、本当の話。あの、これ持ってますけど、まあお店で買うときはね、あの、これパッと出しますし、まあ、例えば、あの、なんかこうクレジットカードっていうのはもうほとんどこれも使ってるんですけど、どれぐらいの人が持ってんだろうね、これね。よくわかんないけど。まあ、どれぐらいの確率かわかんないんだけど、まあ、かなりいい確率で当たったということですね。で、豪華景品って、豪華景品なんか別にこれというわけじゃないんだね。あ、ここにあるわ。ですね、これもこの下に、この辺に載っけときますけど、まあ、1等、2等、3等ってこれ書いてないんで、で、ただね、上からね、まあ、多分漢字とすれば上から1等2等3等でしょうね。ね、一番上がね、たった1名様にしか当たらないのが、これムーンライトテント、これ有名なやつですね。僕ね、ムーンライト1っていうのモンベルから売り出してすぐ買ってるんですよ、学生の頃。ムーンライト、これ1名様ね。で、フォールディングファイヤーピット、この形見ると、まあ、折りたたみができる、まあ、コンロというか、まあ、焚き火セットかな。で、3番目ね、3名様。ね。3名様に当たるって書いてあるのが、マルチフォールディングテーブル。だからこれですね。すごいね。じゃあ、上位6名に入っちゃったってことだね。ね。すげえ苦渋だね、これ。まあ、本当はね、もっと別のところで苦渋強くなりたいんだけど。ちょっと、サブママちょっと。パソコンで仕事してるんだけど、ちょっと呼んでみました。何？はい、これね、モンベル、やっぱり怪しいやつじゃなくて、モンベルのキャンペーンで自動的にエントリーされてて、うん、当たっちゃったみたいで、すごいじゃん。すごい。で、150名様にしか当たんないやつの、うん、今ね、見たら、うん、1等がムーンライトね、うん、で、2等がなんか組み立て式の焚き火台みたいなやつ、うん、で、3等がこれ3名様で、で、上位6名ぐらいに入ってるみたいな。やった。で、値段がね、これさっきちらっと見たんだけど、うん、あ、これだ、値段がね、24,460円ってこと。すごいすごいのが当たっちゃったようですね。これやらせても何でもなくてね、本当に当たっちゃいましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。ということでございまして、まあ、せっかく開けてみましょう。すごいね、これの宣伝するわけじゃないんだけど、まあ、名前からしてね、マルチフォールディングテーブルだから、もう、フォールディングだから折りたたみですよね。こう、担いでいけますと。はい。で、ちなみにね、入ってたのは、こちらですね。これ、立派な収納袋が入ってます。はい。これがね、天板ですね。ああ、すごくね、こう、いい質感の天板。はい。ウッド調です。これいいね。これすごくいいね。これがね、一応部品名はサイドテーブル、あ、サイドフレームだ。サイドフレームって出てます。ちょっとこれがね、フレームですね。これが骨格となる部分ですね。なんとなくわかるね。はい、できました。まあ、まあ、実質2分か3分でできちゃいましたけど。はい、こんな感じでね。この角っちょのところにモンベルロゴが入りますね。一応ね、ただいただいちゃったんで、まあ、しっかりモンベルさんの、はい、紹介しとこうかな。結構大きいですね、これと。ね、そうですね、20、22。はい、天板はね、
ホールディングテーブル。幅が71、奥行き70。だからまあ、70の70、71センチの70。まあ、まあ大体70センチの正方形ぐらいですね。はい。そんな感じです。でね、これ、木目がいいですよ、これ。木目がすごい。この上でね、なんか撮影するとすごくいい感じがすると思います。はい。で、高さがね、すいませんね、ここでね、ちょっと狭いんで座ったままになっちゃってますけど、高さがね、まあ3段階選べるということなんで、まあ高さのね、ちょうどいいかどうかっていうのはその人によって違うんで、まあなんとも言えませんけど、僕これ普通のね、ソファで、このテーブル置いたとき、まあちょうどご飯食べるのにちょうどいいかなと。このままこれ置いちゃってもいいかなと思うぐらいですね。あとね、これ一番大事なことで、何でもね、いっぱい乗せられるわけじゃなくて、このタイプね、これ、マルチフォールディングテーブル。このタイプは約30キロの耐荷重ですね。はい、そんな感じのテーブル。これテーブルの質感がね、すごくいい、これ。なんかアンティークのね、古材みたいな感じ。こういうの、カブマも好きなんでね、こういうのね。まさにね、棚ぼたというやつですね。まあ、ただね、まあ、棚ぼたっていうのもね、あの餅が落ちてくるところに、まあ、口を開けて待ってた人の勝ちだから。まあ、あながちね、あの努力がないとは言えないんですけど。はい、というわけでございまして、今回はね、これ何のあのやらせも宣伝のあれもないですね。モンベルクラブの、まあ、カードですね。まあ、それにたまたま私が入ってたおかげで、自動エントリーされて、で150名しか当たらないやつの、まあ、上からですね、だいたい4番目か6番目ぐらいのものが当たったと、まあ、いうような、ラッキーなお話でございました。はい、というわけでございまして、ご視聴ありがとうございました。カババでございました。モンベルさんありがとうございます。